驚くような小顔と抜群のスタイルで人気を集めたモデルのマギーさん。ハーフタレントとしてバラエティ番組でも活躍されていますよね。この記事ではマギーさんの学歴、大学、高校、中学校、小学校、と出身校の偏差値、生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介します。目次、マギーの出身大学、マギーの出身高校、神奈川県立戸塚高等学校、マギーの高校時代、マギーの出身中学校、横浜市立中尾台中学校、マギーの中学時代、マギーの出身小学校。横浜市立立野小学校、マギーの小学校時代、マギーの出身地と実家の家族構成。まとめ、マギーのプロフィール、マギーの出身大学、マギーさんは、高校卒業後は大学進学はされていません。高校3年の時からモデルとして活動を始めていたこともあり、芸能活動に専念する道を選んだようです。ビビの表紙を飾るなどのモデルとして以外にも、タレントとしてバラエティ番組でも活躍します。マギーの出身高校、マギーさんの出身高校は横浜市立戸塚高等学校です。神奈川県立戸塚高等学校は偏差値60の学校です。マギーさんは2008年4月に高校へ入学し、2011年3月に卒業しています。神奈川県立戸塚高等学校、学校名横浜市立戸塚高等学校、学科、コース普通科、偏差値60、所在地郵便番号 245-8588 神奈川県横浜市戸塚区組沢2丁目 27-1。最寄り駅踊り場駅、横浜市営地下鉄ブルーライン。公式サイト HP 横浜市立戸塚高等学校公式サイト、著名な卒業生駒田校、ミルクボーイ、よしこさん、お笑い芸人。マギーの高校時代、高校時代のマギーさんは、ダンス部に所属されたそうですよ。学生時代はとにかく体を動かすのが大好きだったそうですよ。また、AKB48 にも熱中されていたんだとか。マギーさんが高校時代は AKB48 の人気絶頂期だったので、憧れる女の子は多かったことでしょう。そして2008年、マギーさんが高校3年生の時に学校の帰り道にスカウトされ、レプロガールズオーディション2008に出場されています。このオーディションをきっかけに本格的に芸能界デビューし、モデルやタレントとして活動を始めたようです。マギーの出身中学校、マギーさんの出身中学は横浜市立中尾台中学校です。マギーさんは2005年4月に中学校へ入学し、2008年3月に卒業しています。横浜市立中尾台中学校。学校名横浜市立中尾台中学校。所在地郵便番号 231-0839 神奈川県横浜市中区中尾台23。最寄り駅山手駅、JR 根岸線。公式サイト HP 横浜市立中尾台中学校公式サイト。著名な卒業生、マギーの中学時代、マギーさんは中学時代、バスケットボール部のキャプテンを務めていました。その実力は、横浜市の選抜メンバーに選ばれるほどだったそうです。また、マギーさんといえば170センチメートルを超える抜群のスタイルの持ち主ですが、中学時代だけでも、150センチメートルだった身長が171センチメートルまで伸びたというのですから驚きですよね。マギーの出身小学校。マギーさんの出身小学校は横浜市立立野小学校です。マギーさんは2002年4月に小学校に入学し、2005年3月に卒業しています。横浜市立立野小学校、学校名横浜市立立野小学校。所在地郵便番号 231-0845 神奈川県横浜市中区立野76。最寄り駅山手駅、JR 根岸線、公式サイト HP 横浜市立立野小学校公式サイト。
著名な卒業生、マギーの小学校時代。マギーさんの出身小学校は、同じくハーフタレントのシェリーさんの母校でもあるそうです。同じ小学校から二人もハーフタレントが出るなんてすごいですよね。また、マギーさんは9歳までは京都の小学校に通っていたそうです。そのため、転校当初は京都弁を話していて、クラスメートには話が全く通じなかったそうですよ。マギーの出身地と実家の家族構成。1992年5月14日生まれ、兵庫県尼崎市園田生まれで、神奈川県横浜市育ちのマギーさん。実家の家族構成はお父さん、お母さん、マギーさん、1歳年下の弟さんの4人家族。しかし、ご両親はマギーさんが2歳の時に離婚されています。子供の親権はお父さんが取ったため、ご両親の離婚後はお父さんと弟さんと3人で暮らしていたようです。お父さんはスコットランド系カナダ人でナレーターのイアン・ギブさんという方なんだそうですよ。お母さんは日本人なので、マギーさんはハーフです。お父さんは、男で一つで小さい子供たちを育てますが、なかなか大変だったのでしょう。マギーさんは3歳から5歳まではお父さんの故郷であるカナダのハリファクスで生活しています。その後日本に戻り、9歳まで京都に住んでいました。その頃に住んでいた京都の家は、築70年以上の木造のボロ屋。隙間風が入ったり、なんとランドセルをネズミにかじられたこともあったそうです。また、お父さんの収入も不安定だったため、ご飯のおかずが、もやしの炒め物だけということもあったそうです。成長期にもやし炒めだけのおかずはなかなか厳しいですよね。そして9歳で横浜市に引っ越してからは、横浜市内に住んでいたそうです。まとめ、マギーさんの出身校や生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介しました。とても綺麗で華やかなイメージしかないマギーさんでしたが、幼い頃から貧しい生活で苦労されていたことはとても意外でした。しかし、その経験があるからこそ何事にも貪欲に取り組めるのかもしれませんね。マギーさんの今後ますますのご活躍を期待しています。マギーのプロフィール、こんなギブ・ナツキ・マーガレット、ギブ・ナツキ・マーガレット。生年月日1992年5月14日。出身地神奈川県横浜市、身長171センチメートル、血液型 A 型、所属事務所レプロエンタテインメント。